はい、おはようございます。おはようございます。やってまいりました、今日のワンコンテンツ。本日のゲームはこちら、ダウンタウンスペシャル、クニオくんの時代劇だよ全員集合。ついに来ましたね、これはね、1991年7月26日のゲームですね。はい、ちょっと待って、コントローラーどこ行った？あった。はい、そんな感じで、パッケージ画面出しましょうか。パッケージじゃなかった、毎回間違いない、これカセットの表。まあ、こういうカセットですよということですね。まあ、今までいろんなシリーズに集合していた、まあ、スポーツシリーズだったり、まあ、あの熱血行進曲だったり、違うか、格闘伝説とか違う、その辺はいないんだけど、まあ、ダウンタウン熱血物語か、あの辺に登場してた人たちが大集合しましたよという感じかな。そんな感じで、スポーツシリーズの人たちは別に大集合しない感じですね。ドッジボール部とかの人たちは。そんな感じのゲームでしょうか。はい、というわけでいきましょうかね。今日のワンコンテンツ、1回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかとか、紹介とか体験できればと思っておりますが、ちょっと今日はストップをどうしようかな。どっかで区切るか、どこまででも行くか、どうしようかなっていうところですね。待ってよ。ストップウォッチ。よし。はい、あのファミコンで一番面白いゲームは何かを決めようと思ったら、まあちょっと決めきれないんですけど、まあベスト5にはこれが入ってもいいんじゃないかなと私は思っておりますけども、まあでも難しいな。よし、そんな感じでいきましょう。よし、よろしくお願いします。ここ音で出てなくていいのか。まあ初めからでいきましょう。ダウンタウンスペシャル、ダウンタウンってこれどういう意味なんだろうね。お、話し家さん、鶴松、兄貴、待ってくれよ、兄貴ってば。鶴松、その顔、早くしないかい、文蔵親分が底辺なんでいい。おこと、おことって誰だっけ、いるんだっけ、その熱血物語の方の人。これって冠に国尾くんついてますけど、国尾、熱血シリーズはいる、たくさんあれぞ、東堂、朝次郎、言い名付けの朝次郎と申します。ほう。一体誰なんだ、一体誰なんだこいつは、元誰なんだ。何をとしたっけ。うん、国尾くんっていう冠がついてるのって、元祖熱血紅白国尾くんと、あとなんだっけ、国尾くんの熱血サッカーリーグぐらいなんですって。他大体もう熱血高校なんちゃらとか、熱血っていう冠はついてるものの、他あの国尾くんっていう冠は意外とついてないんですって。国尾くん、あるいは国尾っていうの、虎蔵って誰だっけな、全く面目のない話だ。今話聞いてなかったけど、どうだったっけ。まあ、というか悪いやつはぶっ飛ばせばいいんだな。はい、というわけで、じゃあコンピューターと、どうしようかな。対戦の方が面白いんだけどな。まあ協力でいいか。じゃあ国尾くんの方を使いましょう。駿河の国、駿河、静岡からですね。なぜか静岡からスタートですね。スタートボタン、持ち物は何もなし、ステータス15、あセレクトで、ああそうか、鶴松のステータスか。割り振り、どうしようかな。こうやってさ、どうするんだっけ。あ、B ボタン、あ、これは地図か。だから、構図形に誰かいるね。作戦。記録。あ、どうするんだっけ、これ。あれ、どうやってあの他のモード見るんだっけ。設定で、あ、この、あ、これか。敵同士の当たり判定はあってほしいよね。これであの難易度を上げたりすることができますね。メッセージスピード、水流、なるほど。まあ難易度は普通でいいか。これ名前ってどうで変えるんだったっけね。まあ変えないけど。ちょっと待って、割り振りを、あ、割り振りどうしようかな。成長の仕方をどうするかを変えられるんですよね。まあ、ここをゼロにすれば、成長なし縛りプレイもできるっちゃできるけど。まあ、いいか、こんばんはね。あ、間違えた。よし、行きましょう。じゃあ、光月行くんだったら、右だった。あった。多分知らない人もいると思う。ここに、はい、自分ドリルがあります。人間ドリルか。
じゃあ神津家に行ってピンクの着物のやつらをぶっ飛ばすか。こっち来てないかな。来てないか。この辺で何もなかったっけ。神津家は上か多分。あ、ごめん。あ、うまくいかんね。なんかいろいろ技あったはずだけど、もう忘れてた。完全に全部忘れてた。まあいいや。光月の国、よし。どう？いない。この人かっこいいよね。どこに何があったっけな。ここか。あ、でも忘れてんな全部。あれ、あれ。あれ？なかったっけ？こっちだっけ？あれ？忘れ散らかしてる。あら。こんだけ忘れてたらまたやっても楽しめるな、これ。またやろうかな。昔ですね、この必殺技を全部集めるっていうのをやってみたんですよね。橋の下で死んでいる。あれ？あれ？神津家のあと一個のマップってどこだっけ？こっちか。なしと、なしてくれってこの野郎。なんで勝手なことしてたかな。もう、あ、こう、あ、よし、やれ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 、頑張れ頑張れ。同じマップに2体か3体までしか敵が出ないシステムです。よし頑張れ。処理が重い。ちょ、死ぬ時はそっちで死なないで。あれ、まあいいや。よし、一旦こっち行こう。ここ地面が沼みたいな感じで、あんまり歩けない、こうスピードが出ないんですよね。同じマップにもう2台までしか出ないね、こういうところ。だから動きが重いな。あ、このジャンプアッパー、このジャンプアッパーが強いんですよ。お前さ、投げたら殺すぞ。なかなか当てられない。いや、もうジャンプアッパーと着地パンチのコンボ。マハキックをつけてくれ。これね、なんかこういう技が使えないからあんま微妙なんだよ。このボスでどんぐらい強かったっけな。あ、この顔のやつって誰だっけ。毎回わかんなくなベルト、唯一集めるベルトスクロールアクションってのか、過言ではないのか。ベルトスクロールアクション苦手意識があるのか。これとこの、あ、ごめん。雑魚敵の中でも高いお金持ってるやつ、あ、竹竿じゃなかった。いいの持ってんじゃん。でもこれあんま強くないんだよな。マハタタキでもないとあんま強くないな。いい音、いい音。あ、こんな技あったっけ。え、どうすんの。え、今の技初めて見た。へえ。
今のモーション初めて見たわ。やっほ銀パチ、あれ沢口どこいる、沢口いた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 、どうもこんにちは。かわいそうな、かわいそうな銀パチさん。え、かわいそうな、ちょっと画面端で死なれる とお金がもらえないから、ちょこっち来て、こっち来て、こっち来て、あごめん、一旦こっち思いっきりこっちに来る、どう、よし、かわいそうな銀髪さん。あステータスが上がりました、強すぎる、弱すぎる。これマッハキック2かなんか打ってたはずだけどな、どこだったっけな。情けスタートボタン B、あ構図芸人あとつもう一個のマップに誰かいる、あ違った、こどこ、陸中、陸中のマップいいよな。800両、あ誰、どうした、おことさんが2人組の動きの速いやつらにおことさんがさらわれました、だっているやつらは許さねえ。ここで物語が動いてきたところですね。ピンクのハッピーのやつらを、ハッピー獣のやつらをぶっ飛ばそう。よし、あ水中があるから動きが重いな。何かしらステータス度上がる何かを装備したいな。スケスケの旅を装備したい。難易度がだいぶ下がるもん、あれやると。スケスケの旅と旋風脚あれば だいぶ難易度下がるもん。なんもなかったかな、なんかあったような気がするんだけどな。こうこう敵によってこう積極的に来ないパターンとか、武器を積極的に拾うパターンとか、なんかそういうのあるんだっけ確か。危ないよ、あよし、ヒロさん、あ、ごめん、あっつ倍返し食らった、あ、ごめん、おい、やってくれねえ、この野郎、大体仲間の武器投げでダメージ、大ダメージ食らう。でもっと、ちょっと足場のいいとこ来いよ。まだ？これなんだろうね、板っきれスノコかなんかかな。まだ？あいた、あドス、ドスを拾う。もう見えなくなった。くそ、せっかくのドスが見えなくなった。
お、竹、あもうちょいこっち来よう。あー、ちょ、やめろお前。危ねえ、別のマップに連れて行かれてよかった。もうちょい、もうちょい広いとこ来るんだ。コンピューターねいなくていいんだけど必ず2人プレイっていうのに。あ、ごめん。あ、竹は浮くね。あ、竹槍のリーチやっぱいいね。この突き刺すモーション初めて見たな。でも多分今まであんま武器使ってなかったんだけど。あ、くそ、お金が取れない。お金が消えて、消えた時その倒したモーションで。本作西村、鶴松さんやっとメガネ、メガネ仲良しメガネ。どう、ハリデスペシャルやらないの。ダッシュする間がないか。あ、強くねえかい。仲間にしてください。いいよ、どうしようかな。鶴松を始末すれば新しい仲間出てくるんだったっけな。どういう条件だったっけな。お、駿河、駿河に誰かいるね。これは延々とやってしまうな。もう30分だったの。マジか、もう30分だったの。まったり延々とやってしまうな。まあ、1回も回復しなければそのうち死ぬかそれでいいや。あ、こっち陸中か。どっちだ、駿河は。あ、そっか。割と自己的に死ぬからね。あ、どこ、スパイクセット。ああ、多分これ装備すればこの沼地をは、あれだね、走れるね。あ、誰誰だ、いきなりボスのテーマ。誰だ、どんなんだっけ。ヨノスケ誰、え、誰こいつ、え、やるの、ヨシノだっけ。どう、何してくれってお前。鶴松が暴れてる、やっといて。どうどう、鶴松どう、鶴松どう、強い強い、頑張って頑張って、よし、いいよいいよ、頑張れ頑張れ。ジャンプ、そのジャンプに合わせて、あの、そのこれを食らわせば多分太むんだけど。頑張れ頑張れ頑張れ、いいぞ頑張れ。あ、何か力になりやすいよ。それではよし、ナイスかね。セレクトボタン、いくら貯まった。730か。おお、稲葉までどうやって行くんだこれ。越中経由で行けるか。越中までどうやって行くんだこれ。ではまだコントローラーの操作が全然分かってないアウトし、あ、これでいいか。あ、第8車あんじゃん。あ、ごどこ。あ、越中ね。倒れた相手をこれでね、あれすると気持ちいいんだけどね。この下もなんかあったよね。あれ、ないか。熱い。あ、めっちゃ流れる。あ、こっちも散るか。そうか、そういうマップもあったか。いや、いい感じに忘れてるな。これ全然楽しめるな。よろずや、何言ってる。高い着物、越中ふんどし
もないか。あ、どこ？あ、来た。ここも足取られんだよな。黄色の着物で、そうか、二人組、もしかしてあいつらかな。あ、ごめん。あ、これ多分二人組だな。あいつらかな。ってことはちょっとどうだろうな。あ、鶴松が死んだ。なんてこった。仇を取るぞ。あ、誰か来た。誰か来たよ、元気なやつが。あ、そういう感じか。ある程度進めてから、その相方がいなくなったら駆けつけるって感じか。マッハパンチを持った誰かが来ました。で、これ鶴松を、ここからね、ずっと仲間にしないまま置いておくとっていうね。あ、そうだ、オープニングで言ってないか。今日これ500回目じゃなかったっけ。まあ、500回目は何をやるか実は決まってますってちょっと前に言ったんだけどね。これに決めてました。365回記念の時に合わせて結構あの大物をやっちゃったんで、もう残ってる最後の大物っていえばこれぐらいかなという感じ。何してくれってお前このボッケ。お前それ投げるやろ。ちょちょ、逃げろ。第8グループの使い方が分かってないよこいつ。倒れたやつを引き殺すのがいいの。まあダメージ入らないんだけどね。あ、ハリケーンスペシャル使いたいな。あ、いいね。飛んできたやつを弾くってこれ。こうジャンプして。ジャンプですぐ A を押すとこのジャンプアッパーが使えます。これもなんかこう便利モーションあるんだろうけどな。便利モーションというか強い攻撃モーション。結構いろいろ知らないこととか隠れそう。これは危ないから、どっか投げとこうかな。お、ステータスが上がりました。外した。これ落下の時に合わせて即やっても発動しますね。ジャンプパンチは、ジャンプアッパーは。あれ？全然来ないんだけど。いや、許してやっておくんなせいって言うけど。あ、しまった。よし、取りなさい。よし、行くぞ。誰だ。やっぱり2人組だ。1ベイと6ベイ、1ベイと6ベイ。はい、とりあえずオープニングバン。まだ話してる途中でしょう。よし、一旦あっち行こうか。うわー、武器持ってる。外した。その石ころ持つのやめてくんねえかな。怖いから。画面端にまで倒そうとするのやめてくんねえかな。お金が手に入らないんだ。おい、チャンス。あ、ミスった。対空でこれ撃つのが気持ちいい。部活に飛び上がったところをこれ決めるのが気持ちいい。あ、弱い。あた。あ、二人組っていうことか。そっか。
人組を探してたらあいつらを倒しちゃったでござるか。すまねえ、怪しいのが悪い。長と。あ、ここもなんかいいよな。ダンジョン面みたいな。あ、いた。これは銀髪さんじゃない？ちょっと強くなってるか。何かしら必殺技1個ぐらい買いたいけどな。長門とか越中とかってどこがマップ切り替えでどこがその謎の店かとかよく分かんないんだ。あ、何してんの。ユキめっちゃ元気やん。間違えた。1100。長門にもう一人いるな。長門さ、なんかこう入れないとことかなかったっけ。マップ切り返して、あ、ちょ、あ、あ、あ、え、あ、なんともしょうもない終わり方まあこのゲーム無限コンティニューというか、あの死んでしまったらまた駿河のところからやり直しで、お金が半分になりますよというシステムなんですね。で、別にステータスに、ステータスとか持ち物にダメージはないから、全然、まだこのままね、やり直しは簡単なんだっていうか、できるんですよね。スクリュー800か、今いらないか。というわけで、そう、肥前まで行きたかったな。てか全国見たかったな。蝦夷のスーダラ節とか聞きたかったけどね。まあいいか。よし、はい、というわけでお送りしてきました、熱血なんだっけ、ダウンタウンスペシャル邦夫くんの時代劇だよ全員集合はここまでとなりました。はい、まあ何度か言ってたようにね、結構楽しめたので、また記憶が消えてる、うまいこと消えてるから、もう一回やってみてもいいかなって思ったところでした。はい。そんな感じで今日のワンコンテニュー、記念すべき500回目の配信、更新はこれ、ここまでです。じゃあお疲れ様でした。501回目以降もよろしくお願いします。さようなら、さようなら、さようなら。ありがとうございました。